はいどうもゆきです。今回はアルベルトのランダムイベントが怪しいのでそちらを見ていきたいと思います。ゆきさん突然質問です。なんだい？私の職業は何ですか？詐欺師。そりゃ怪しい南蛮商人だろう。怪しいは余計ですがその通りです。私戦いには向いてません。まあ商人だからな。だから私財政的にあなたをバックアップします。最強じゃん。とりあえずこの財布差し上げます。マジで？あ、ありがとう。で、いくら入ってるんだ？10両。まあでもくれんの嬉しいよな。はい、怪しい南蛮商人のアルベルトです。自分で言うなよ。今日はあなたにお金をプレゼントします。最高だよ。いや、申し出はありがたいんだけど、金額が小さすぎやしないか。お前、贅沢言うな、くれるっつんだから。何言うですか？私個人の献金で見返りがないことをちゃんと考えてください。いや、そりゃまあそうなんだけど。この金額じゃあまり意味が。わかりました。では私に投資してください。え、投資？あなた私にお金渡します。私それを増やしてお返します。それって大丈夫なのか？ははは。商売というのは元手が大きいほど安全に大きく儲かるものなのです。これ資本主義の基本です。なるほど。だから利子まで払って金を集める奴が多いわけか。じゃあここは男なら千両出しましょう。よし、じゃあ千両出そう。成功したらまた出資を考えるよ。お任せるです。アルベルトだからね、でも相手。ゆうきさん、いいニュースです。私の船、本国から帰ってきました。それで、投資したこと覚えてますか？あ、そっか。で、儲かったのか？ははは。もうパーフェクトにグッジョブです。おーざっす3倍。今日私の船また出航します。また投資してはどうですか？こうなったら調子こいて5000両でしょ。よし、今回は思い切って5000両出そう。おー、男です。男気には必ずアンサーです。もしダメだった場合には胸の肉1ポンドあげます。死ぬぞ。なんだそりゃ。命がけでやるという意味の南蛮的表現で、そうなんだ。いや、肉はいらないから商売の方をきちんとな。間違いない。ゆうきさん、いいニュースです。私の船、本国から帰ってきました。何？それで、積み荷は？はっはっは、もうバッチリです。15000両、3倍。とこ。よし、引き続き投資を。家待ってください。野球人形を作るのに期限あるですね。ああ、それはまあ、今から私の船、アフリカもあります。多分間に合わないです。そうか。まあ俺としては野球人形とは無関係に投資を続けたい気もするんだがな。味を占めてる。はっはは、我慢です。ということで、アルベルトのイベントは、ちゃんと待って、お金は返ってくるんですけど、ランダムイベントが発生するかどうかなので、でもね、結構チャレンジする価値はあるかなと思いますので、ぜひ投資してみてください。アルベルト仲間に入れてればの話なんですけどね。はい、こんな風にゴーラのイベントいろいろ紹介してますので、ぜひ他の動画も見てください。チャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。